はい、皆さんこんにちは。今日のねサムチャンネルですけどね、今日はこちらのねハイゼットですね。でこのハイゼットの何をするかっていうと、もうこちらの手元に持ってるこちらです。高圧のね配管ですね。あのこちらがね詰まりがあって、でねうちのね機械でフラッシングをしたんですけど取れなかったんですよね。でこれね状況によっては取れるし、まあ取れない場合もあるんですよ。まあ固着の状態がどれだけひどいかっていうところがポイントなんですよね。でね、コンプレッサーを入れたら、あのコンプレッサーがカチャンカチャンカチャンってね入ったり消えたり入ったり消えたりっていう状況になります。で今回は今もこれ外してしまってますけど、こちらのね部分にまあエンジンコンディショナーみたいなねやつですね、よくスロットルボディを洗浄したりとか、まあ、するときに使うような強力な汚れ取りですよね。そちらをね流し込んで、この固着した汚れを浮かせて、そこからねパーツクリーナーで洗浄して、で再度組み付けてっていうところですね。でそこからねエアコンがちゃんと動くかっていう実験をしたいと思います。それでダメだったらもうこの配管変えてみたいな感じになると思います。でここのね部分にこちらですね、この中にねフィルターが入ってるんで、まあ、こちらのねフィルターの方が詰まるっていうのが原因で、この車ね前はね毎日乗ってたんですけど、今がねもうだいたい1ヶ月もしくは2ヶ月に1回ぐらいしか動かないんですよね。ですのでその途端にねエアコンの調子が悪くなりましたね。そこから乗らなくなってからね。だからまあそういう風にねエアコンは年がら年中回した方がいいんで、まずはねじゃあこちらの動画の方やっていきますので、皆さんご視聴の方お願いします。はい、じゃあね今からバンパーの方をね外していきますね。高圧配管を外すのにバンパーをね外さないとね高圧配管が外れません。ですのでまずはバンパーの方の取り外しですね。で、まあ、上と、まあ、あと、フェンダーの部分ですね。と部分と、あと、バンパー下ですね。ちょこちょこっとついてるんで、まあ、あんまりね、外すものはないんで、もう、サクサクっと外れます。そして、このね、ウォッシャータンクですね。こちらが邪魔になるんで、ちょっと動かして。はい、じゃあね、今からとりあえずガスのね、回収ですね、していきます。そしてね、ガスの抜き取りですけど、まあ、300に対してね、245g で、まあ、55g 減っていうところです。定期的に定期メンテナンスはしてるんで、まあ、ガスはね結構、まあ、2年に1回ぐらいのペースとかで満タンには入れてます。ただねここ1年ぐらいで急激に動かさなくなって、まあ、それが原因じゃないのかなとは思います。でねあとねこの回収してる時とか、まあ、フラッシングの時もそうなんですけど、このじゃあ抜いてる時にこのね抜き取りがものすごく時間かかってるんですよね。これ早巻きだからまあ早いだけなんで、この抜き取りにこのじゃあ 245g を抜くのに対してね、もうほんと終了間際、まあ、205ぐらいからがなかなか数字が進まないんですけど、こういうのって大体詰まってる系のってこの症状出やすいんですよね。詰まってるようなのはなかなかねこの数字が上ね上がっていかなくて、だから圧力がねこうなかなか減らないみたいな感じのイメージですね。どん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 やっててね、これも途中で大体はね 0.00 になるまで行くんですけど、ちょっとあんまりにもねもうその状態が長いんでね、ちょっと飛ばしてます。はい、そしたらねこちらのねヒーターホースですね、ここをちょっと邪魔になるんで外しましょうね。でここを外して、まあ液パンですね、そこにアクセスすると、そしたらねまずは液パンの真ん中にねボルトが止まってるんで、まあ、そちらを外すと。でまあそうするときにねもうラジエーターですね、こちらある程度フリーにしておくと作業性がいいですね。であとね LLC とかが漏れないように目くらもします。そして高圧配管ですね、こちらを外します。はい、じゃあこちらの配管をね外したらね液パンが見えますね。でここの液パンにね六角のネジが2つついてるんで、そこを外すとね液パンが外れます。でまあ六角のネジを外して、今度この液パン外すんですけどね、これやっぱりねもうずっと外してないからとは思うんですけど、固着してくっついて剥がれないっていうね、結構思いっきり引っ張ってるんですけどね。はい、じゃあね外れた液パンがこんな感じですね。でここのね裏ここですね、ここをばらすとねこの中のねニードルがばらけるんでね、フラッシングするときとかそういう風にやるとより効果的です。そしてねここですね、この中がこんな感じになってます。はい、じゃあ室内側のね液パンの、このパッキンですね、オーリングか、まあ、ここの今室内側に残ってる液パンがはまるところのねこのオーリングですね、こちらを今から変えますね。でこちらねコンプレッサーオイルを塗ってから取り付けです。そしてねこの高圧配管ですね、こちらにパーツクリーナーを振って反対から出してるんですけど出ないんですよね、詰まってるから出ないっていうね。で今度こちら側からも流してみるけど、まあ、あんまり出ないんで、もうひっくり返してねとりあえず汚れを出してるっていう形です。
でパーツクリーナーを吹きかけて、まあ今出たね、あのカスみたいなんですけど、まあこれね、ちょっと外身についてた汚れもあるかもしれないんで、まあ一回ね、ちょっと綺麗にしてからね、またもう一回ね、ちょっとこういう風に回収をかけてみます。そしてね、今度はこちらですね、あの圧力センサー、こちら外れるんで、こちらはまず外します。で圧力センサー外したら、今度ね、高圧のあのね、チャックの部分ですね、こちらも外れるようになってるんで、こちらの高圧のね、あの部分も外していきます。でこちらを外してね、今度洗浄していくっていう形です。でまあ外したこの中身ですけど、見てもらったらもう分かりますよね。めちゃくちゃ汚いですね。真っ黒くなってるのと、ちょっとヘドロっぽくなってるみたいな感じですね。これはね、なかなか汚れてますね。で、まあ、ここをね、今からあのまた洗浄の方をね、していって、まあ、この汚れをまあ溶かしていくっていうイメージですね。で、まあ、このね、フィルターがね、あればね、いい部分もあるんでしょうけど、やっぱこういうデメリットもあるっていうとこですね。そしてこのマコーズのね、エンジンコンディショナーですね。まあこれでいいのかっていうところですけど、まあ、こちらの方を使ってね、まあ汚れを溶かしていきます。そしてこちらの洗浄液をこういう風にね、泡が立つタイプなんで入れて、でね、ちょっとこうしてる間に下からね、漏れてくるんで、配管の根元ですね、そちらにも目くらを今刺してます。そしてね、ここまた泡をどんどん入れていって、まあこの泡がね、入らなくなるまで、まあひたすら入れていくっていうイメージですね。でこれでね、泡がまた溶けて中に浸透していって、まあ、入れて、それをもうずっと繰り返していくっていう形です。これ入らないとこまで入れたら、まあ、そこで終わりですね。でこのエンジンコンディショナーですけどね、ちょっとなんか黒っぽくなってるの分かりますかね。ちょっとね、あからさまに黒いわけじゃないですけど、若干ね、灰色がかってます。そしてね、この下に留めてたキャップを外して、中身をこういう風にね、出していきます。そしてね、もう出てきてるのを見てもらったらわかると思いますけど、かなりね、汚れてますね。まあ、液剤もね、汚れた色してますけど、結構真ん中辺のね、思いっきり垂れてるとこは、黒っぽいね、汚れのカスが出てるっていう感じですね。ね、今垂れてるのもかなり黒いのが垂れてますね。はい、じゃあね、この今出てきた分ですけど、ちょっとね、これカメラでわかるかな、だいぶキラキラしてるものと、あと黒いね、カスみたいなものと出てきてるんですよね。こうやって見るとわかるかな、こうキラキラしてるのとね、なんかこうね、黒っぽいカスみたいなのとかね、出てますね。結構出てますね、この黒いカスみたいなのが。はい、じゃあね、次はね、こちらのね、方をちょっと塞いでます。そしてね、この塞いだ状態で方向きですね、逆向きですね、にして、そして流し込んでいってですね、ドブ付けするみたいなイメージですね。じゃあね、この状態で今度はこの泡泡をね、また洗剤を入れていきます。でエンジンコンディショナーを流しながら入っていって、流しながら入っていってっていうのを繰り返して、まあある程度ドブ付けにするっていう形ですね。でこれでね、また一定時間置いて汚れを溶かして浮かせてっていう感じですね。まあ、最初の段階でね、かなりの汚れが浮いてたんで、まあ成果としてはあるのかなっていうとこですね。でまたこのマスキングを剥いで溜まってる分をね、出していくっていうとこですね。でまあ出てきているのが、またここでパーツクリーナーでさらにね、こう流していくっていうとこですね。ちょっとドバッとね、流した瞬間に黒いのがドバッと出るっていうね、まあまあ汚れてますね。でまあ1回目よりは2回目の方が綺麗になってますけど、まだちょっと黒いっぽくなってますね。そしたらね、今度は配管のね、方が終わったんで、こちら液パンですね。こちらをバラしてからね、掃除をしていきます。液パンはね、まあ物にもよって作り違うんですけど、割と今このタイプ多いんじゃないかなと思います。でこれ開けるとね、中からバネと、あと中のニードルが出てきます。でちょっとこう出ない時はね、ちょっとした細いようなこういうのでね、出してもらって、引っ掛けて出すとオーリングも入ってますね。で中のニードルを出してもらって、でこちらの方をね、掃除をしていきます。そして構成部品ですね、このね、バネとか、あとまあこうオーリングとね、ここニードルなんですよね。この部分がね、こういう作りになってて、こういう部品になってますね。そしてね、側をちょっとざっと掃除していきます。でこの時に出る汚れっていうのは、まあ、中の汚れもありますけど、ちょっと外がね、汚かったんで、外の分のね、汚れも
ありますんで、まあ、その辺もね出てるような感じですね。はい、じゃあねこれねとりあえず全部あのマスキングで塞いでるんで、そしてこんな感じでね穴を開けて、まあねこの液パンの方も洗浄液でドブ付けにしていきますね。でこれでね付け置きして、まあ後で掃除ですね。でまあこのドブ付けが終わったら、こちらのマスキングテープをどんどん剥いでいって、でまあね今垂れてきてる、まあ、液体ですね、それがもう汚れた液体になってます。まあ少しね黒いのが出てますけど、まあ先ほどのねあの高圧配管と比べると、まあ、そこまでないのかなっていうところですね。はい、じゃあこれ掃除したね液パンの掃除した後のなんですけど、若干まあゴミが出てるかなっていうところですね。あとねちょっと若干このね心なしかここが少し黒ずんでるかなっていうところですね。まあやっぱり高圧配管の方がね汚れがひどかったですね。じゃあね清掃が終わってね配管も組み付けて、でフラッシングもしてます。でフラッシングが終わってね今コンプレッサーオイルですね、こちらの充填をして、あともガス満タンにしてっていうところですね。でこれでね作業は一通り終わりです。そしてね吹き出し口温度ですけど、まあ一応9度までね下がりました。まあエアコンがもともと動いてなかったっていうことを考えればね、成果としては十分に、まあ、成果も出てますね。はい、皆さん今日のねサムチャンネルいかがでした？こちらのハイゼットの、まあ、エアコンのね、まあ、メンテナンスちょっといつもと違うっていう方式でやってみました。でやってみた結論から言うと、あのお店に出すんだったらもう配管と液パンはもうねセットで変えた方がいいんじゃないかなと思いますね。まあ、ちょっと金額がねどんくらいだったかな、配管が多分1万5000円ぐらいだったと思うんですけど、ね、ちょっとはっきり覚えてないですけど、で液パンが5000円するかしないかだったと思うんですけどね、ちょっとうろ覚え。で今回ね洗浄をしてね、じゃあ実際ねその今回は成功しましたけど、これ治らない可能性もやっぱりなきにしろあらずなんで、でそこのねまあ手間と工賃がかかるってなると、あのもう変えた方がいいのかなっていう。ただじゃあ DIY でねもしやれる人だったら、まあ、そこはねやってみてもいいんじゃないかなと思います。だから組み付けた後にあのならない可能性もあるし治ってる可能性もありますけど、こればっかりはねあのその時の状況とかにもよると思うんで、ただねやっぱり高圧配管の、まあ、あの黒い汁とあと鉄粉みたいなのとかがね結構出てきたのは、まあ、びっくりしたかなっていうところですね。別にねあのコンプレッサーがブローしてるわけではないんですよね。まあ、ただね使ってればもしかしたらその経年の劣化によるねあのまあ傷が入っての例えば鉄粉が出てるのかとかもあるかもしれないしね、だからダイハツのそのなんかねフィルターっていうのがついてることによって、まあ、そういう異物がいかないっていうメリットもあるんですけど、まあ、やっぱりねそういうのが詰まったりとかして固着とかするっていう原因にもなるっていうデメリットもねあるんで、まあ、今回のようにね、まあ、洗浄するっていうとこ、まあ本当はねこう例えばぶった切ってフィルター出してみようかなとかも思ったんですけど、まあ、そういうのやってる人いたんで、それだったらねじゃあ洗浄して再度組み直すっていうところをやったらどうなるかっていうのをねやってみました。まあね基本的にはまあ交換した方がいいとは思いますけどね、これはねもうほんと戻した時にね治らない可能性もねもしかしたらあるかもしれないんでね、何とも言えないですけどね、まあ、今回はね、まあ、実験的な部分も含めてやってみました。それではねまた次回動画アップするまで皆さん少々お待ちください。